ズ。皆さんの好きな電車は何でしょうか。私は横浜市営地下鉄です。どうもボンジュリです。そして解説は京王線乗ってました。小田急線も乗ってます。もずくです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今回は継ぐの日夕闇の並走電車というゲームを実況する、バカを実況するという企画なんですけれども、はい、どういうコンセプトなんでしょうか。まあこの継ぐの日という、やっていきましょう。とてもホラーゲームなんですね。夕闇の並走電車、はい、でこのバカアロエは、はい、ホラーゲームが超苦手なんですね。3時を手前にしまして、はい、ホラーゲームがまだ怖いとか言ってるわけですね。そうなんですよ。そう気持ち悪くないですか。心霊スポットとか絶対行かないですからね。絶対に NG 出しますもんね、はい、気持ち悪いと思いながら、あそうなんだって僕は毎回毎回思ってますけどね。あそうなんですね。まあでもそういう節はあるんですけど、まあそんな怖いゲームをですね、僕たちがこう実況解説をしたら全然怖くなくなるんじゃないかという、うん、そういう説をですね、ちょっと一つ検証してみたいと。なるほど。平日、まあ、日曜の昼間からその30の男が一人でホラーゲームをプレイしているという状況がすでに怖いんですけども一番のホラーですね、そこが、ここに関してはいやこの彼ですね、プレイ前にですねちょっとお酒入れるわと、レモンドの 9% 一発入れてたんでそこもまあね、日曜の昼間からホラーですね。はい、ということでホラーをお送りしております。このゲームですね、すぐの日というゲームなんですけども、まあゲームなんですけど操作がもうめちゃめちゃシンプル、ただただ左にスクロールしていくだけという簡単なゲームです、はい、なんでね、そんなゲームでホラーを感じることはできるんですか。そりゃどうですかね。少女です。でも彼は怖い怖い言ってましたね。あ JK を見つめている怖い人が怖いですね。そうですね、なかなか険しい顔でちょっと服も黒いんでなんか変質者感が、独房から何か配信をしているカーテンのせいですねそうですね、府中の、ね、刑務所から今回お送りしているのではないかという。じゃあこれ京王線ですかね。京王線ですか。京王線乗って、さあということでこちら京王線に乗っている、はい、今 JK の模様を見つめているおじさんを実況しているわけなんですけれども、特殊な状況ですね。でもいいですね、やはりこう文庫本を読む女子高生、素晴らしいと思いますよ。その姿がもうすでにこう文学的ですよね。そうですね、一つの絵になるという芸術でございます。改札に近いドアってどこにあるんですかね。あそれはあなたが今から探しに行くんですけれども、まあ左にあるんでしょうね。こうやって動いていくわけですね。あ戻れない、あ戻れない、これもう進んだら戻れないそうですね、早く行ってほしいですね。見てる、すごいすごい、左下めっちゃ怖っ。これこういう広告フィクション感で100万円目撃者逮捕できたら100万円って言いましたよ。100万人ですね、これは。100万円って言いましたよアロエさんもね、近くにいらっしゃるというわけで、識字率が非常に低いと、はい、怖さゆえにですかね。なるほどね、ちょっとその自分のも、うん、認識を柔らかくしていこうというところなんですが、はい、まあこのあれですよね、ゲームの描き方としてこう目が映らないというところもまた怖い、またホラーの要素の一つですね。あるいはまあ少女の心理描写からしてこう他人を認識したくないということの表れかもしれませんね。なるほど、いい深い考えですね、それは。さあそしてまあタイトルにもありました並走電車と。そうですね、ところ並走するといえばやっぱ京浜東北線と山手線なんて、はいはいはい、結構並走してて、あれ気まずいんですよね、こう並走してる中で向かいの人と目が合うと、うん、ありますもんね、目そらしがちだけどもずっとね次の駅まで一緒っていう。秒速5センチメートルなんかでもね、そういった描写がね ありましたね。怖っていう、僕あの掴みますね、ここの部分ですね、手すりですか。手すりです。あそっち側ですか、ドア派じゃなくて。ドア派じゃなくて僕はい、あっちの方を掴んでくる。あなるほど、僕なんてこの上の吊り革ですね。最近ムカついた事例としましては、この手すりのところにあるじゃないですか、はい、段差というか、この区分けの部分ですよね。おじさん怖いですね。あはい、ちょっとびっくりしましたね、リリー・フランキーさんのような。あ本当ですね、老けたリリー・フランキーさんがこちらを見てますけれど、ね、あそこにこうリュックを乗せたバカ大学生が僕がこう頭をもたれかけているところの上にもうリュックをドンって乗せてきた。ありますね、あれは絶対エフランの大学生いやいやいや、それは分からないですよ。本当にムカつきました。意外と東大の、ね、学生が勉学に向きすぎてなんて。東大の方はもっと気を配れます。使いますか。気を配れます。でもあれありますよね、結構なんかバッグだけじゃなくこう手持ちカバンとかもこう、はいはい、女性の方がガッてきちゃってそのまま左に首がねいっちゃったりとかありますからね。あれムカつきますよね。気をつけていただきたいです。ぜひね、田舎で暮らそうというところで、ね、府中のあたりを示してるんじゃないですか。府中はギリギリまだ田舎じゃないですよ。あ府中は田舎ではない、はい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 、駅前なんてすごい栄えてますからね。なるほど、映画館もありますし。さあということで駅に到着するということですね、はい、ちょっとこう可愛い系の女の子ですかね。手前の方だいぶやばいですね、ちょっと。いやいいです、顔色がそうですねよろしくないですね
ちょっとあの酔っちゃったのかな。あでもフォークソエンデますね。あこれはここから何かが起こることを予感させています。あ看板を見るにどうやら JR 系の電車ですね。青いで4文字の駅といえばどこですかね。二子玉川ですね。あー JR じゃないですね。殴りますよ。さあ次の日です。はい、またも同じところから。そうですね、非常に景色がいいですね。そうですね、こう何か思い当たる節はありますか、このような景色を。あこれあのですね、京王相模原線はですね、はい、結構あの多摩センター、多摩ニュータウンの山の上を走るんで、こういった景色あったりするんですね。あーなるほど、はい、だからむしろこう府中を見てるんじゃないですかね、山の上から。府中を見ていると、見下ろしてるという。あ今度はおじさんからスタートと。はい、ずんの飯尾さんですか、左の方は。あそうですね、これ飯尾さんも電車に乗られていて、電車移動と、はい、そういうわけですね。さあまたも並走電車がやっ、はい、おっと、おじさんちょっとよろしくないですね、これは。このおっちゃんの目怖くない、なんかめっちゃ怖いんだけど。そのしゃべるおっちゃんも怖いんですけどね。似てますね、姿勢が。将来はまあそこまで頭部もし、おーっとこれはアロエくんの将来像だ。いやいやいや、毛根が死滅しています。奥にも同じ方いらっしゃいますよ。そうですね、はい、あっとこれは何かミラー新章風景を映しているの。おっとこれ看板も色欲と書いてある。あよろしくないですね、うん、7つの大罪の一つという。さあ子供もですね、このように、まあ、外を見ているという、うん、おっとフラッシュみたいなのが入りましたね、一つ。あーっとーこれは化粧が濃すぎたんですね。外が化粧が濃すぎてついてしまったと。あんまよろしくないですね。そうですね。さあこれで向こうの世界とこちらの世界が入れ替わってしまったことを示唆しているかのような表現技法ですね、はい、ここでおじさんも今右側を見たと。いや今激しいネタバレのようなそんなものが入りましたね。この方あれですね、ほんまでっか TV などに出てたあの経済学者の教授の方、門倉さんに似てますね。すごいそっくりですね、随分と似ております。ネットから拾ってきた画像をこうトレースしたんですかね。置いたような感じでありますが、田舎で暮らそう、これは府中のことですね。はい、府中バカにしないでください。映画館あるんで。映画館があれば田舎ではない。もちろんそうですよ。映画館あるとこはこう栄えてるとこなんでね。あそうなんですか。はい、もちろんそうですよ。なるほど、現代の価値観にそぐっていないというところ、はい、さあここで定位置に戻りました、はい、なんだか嫌な女子高生いますよ手前に。人の後ろ姿も怖え。後ろ姿に今恐怖を抱いているアロエとありますが、そうですね、すごいしかめっ面で前かがみでやりますね、うん、しかもあのこれ看板見るに JR の駅ですね。あどの駅ですかね、そのこと。ふた東急好きなんですか。4文字の駅浮かびますか。4文字の駅 JR ですよね、はい、武蔵小杉。ああいいじゃないですか、うん、いいですね、それも東急入ってますよね。そうなんですよ、やっぱ東急沿いが好きなんですか。おしゃれですからね。ああおしゃれですよね、確かに。さあ次の日を迎えます。今日も今日とて、今日でも天気悪いですね。そうですね、曇天といったような。さあ3日目です。曇天のような表情を浮かべている右下の30歳のおっさん。あ、右下し全然気づかなかったですか。ひどい表情してましたね今。何があってそんな表情になるんでしょう。今のところそこまで怖い要素ないですからね。全くないですからね。じわっと怖いのはありましたけれどもね。まあここからですね。はい、勝負はここからですよ。なかなかスタートしませんね。ご乗車いただきありがとうございました。お、アナウンスがありましたね。間もなく到着しますので、お手回り便などお確かめ。こんなリアクション取るやついねえだろ。いますよ。別にあの声が聞こえたから。あ, そうそう、あらららら。鬼滅の刃に影響された方ですね、これは。そうですね、あの敵側に回られたと。上限の月の何ですかね。何こいつ。上限の6とかですか。6ですかね。さあこれはちょっと世界観が。かげってまいりました。だいぶやってますね。うん、千と千尋。ああこちらを見ていますね。あ怖いです。ああ。
よほどその顔が気に入らなかったと。若さんへの嫉妬じゃないですか。難しいですね。今人流れてきましたよ。そうですね、まあ、線路に人が立つ時代ですから令和3年。あ、そうですね、やっぱ未来はそういう感じですね。あ、後ろにいますね。誰か後ろですか。はい、後ろ、この男性の後ろに人がいます。何も考えないようにしよう。何も考えないようにしよう。いらっしゃいますかね。ワンちゃんみたいな人ですね。ワンちゃんですね。さあ、ここで並走列車がやってくるというところ。左ボタン押すだけの人、まあ、外にね人間がいるというのはもう令和3年にもなりますと当たり前ですから。そうですね。そしてまあメイクがね先ほど窓についたということで、これも崩れてしまっている、メイク崩れて、清掃員さんもね処理しきれなかったというところでありますが、あ、全くこれ同じ格好の人がいる。ウィンドウ開きすぎるとこうなったりしますよね。あ、そうですね、 PC でね。これは二日酔い。右下もすごいですよ。ですかね。ちょっとお酒を飲みすぎてしまったと。朝方の電車にいらっしゃいますもんね。いらっしゃいますもんね。ただその顔でね相手をこう見つめてしまってはいけません。アルコールの匂いというのはなかなかねこう人によっては厳しいですから。ゲームだからね漂ってこないですけども。そして田舎で暮らそうということで府中ですね。いや府中はだから映画館あるよ。昨日までここ開いてた。さあこの扉はついて開かなくなってしまったというところでありますが。たまにあれですよね、ドアはないですけど、あの座席にこういう座れませんみたいな、あ、なんかありますよね、清掃中みたいなのになってるとこありますよね。はい、さあさらに、向こう側まで行かなければならなくなってしまいました、はい、また鬼滅の刃に影響された方がすごいですね、いらっしゃいますよ。やっぱ高級缶詰かわいいですね、うん、にゃんにゃんのババアも、ババアどうした、ババア、みんな口悪いですね、右の方ひどいですね、あまりにもひどい、ちょっと慎んでいただきたいですね。そうですね。さあこの辺りは上限の右から19、8、贅沢ですね。7 笑ってます。さあ鬼仏寺さんはどこにいらっしゃる。はい、逃避無残。そしてこちらを覗いてくると、さすがにお前何言ってんだと、さすがにちょっと失礼だぞと、失礼なことをねしてしまいましたが、はい、飛び降りる勇気よりも相談する勇気大事ですよ、それは。皆様も心がけていただきたいです。おっしゃる通りです。人に話すことによってその心というものはね、晴れてくるわけでありますから、はい、なんか心なし、おお、あ、ちょっと首まだ座ってなかったんですね。そうですね、もののけ姫に出てくる小玉みたいですね、生まれたてのジジイです、はい。哲学的でいいですね、さあここでまたいるか緊張、これあれ先ほどもいらっしゃいませんでしたこの方、いらっしゃいました、うん、ずっと何か何人も兄弟なんですかね。あー、いらっしゃいますね。おっと、お美しい、あれ鬼仏寺さんじゃないですか、向こう側鬼仏寺さんいますね、いらっしゃいますよね、とてもやっぱ美しいですね、こちらを見てて、ああ、もうこれでどんどん向こうに行ってるわけですか。さあこの道ですが、あ、これ日の剣ですね、日の N バックですね、 N バックです、ピンクの N バックというのも最近出ているらしいですよ。あ、そうなんですね、やっぱこうね、はい、多様性の時代ですからね、おっしゃる通りであります。ランドセルだって何色もありますもんね、あ、田舎へ来いと、ついに調布がついぞ、調布、府中から調布に調布のがまだ都会ですよ。あれ僕さっきからずっと調布って言ってましたよ。府中、え、府中ですよ。え、調布って言ってましたよ。え、ずっと府中、あ、え、また入れ替わってます。あれ、これ僕らの、僕らも向こう側行きました。向こう側来ちゃいました。府中から調布に、特急に乗って一駅。さあそして二子玉川に着きます。ああ、やっぱ玉川ですね、じゃあこれは。あと、あ、乗り過ごしちゃった。ああ。行き先を間違っちゃったんですかね。あー、なるほどですね。まあそのちょっとこう僕の方々あまり良くない言葉ですね。ちょっと汚い表現でしたね、まあその駅に住んでいる方たちが今この列車には南部線みたいなもんです、はい、よろしくないですよ、それは、ね、それ以上何とも申し上げませんけれども、はい、南部線のようなものに今乗っていたと、なるほど、いうところでありますが、ちょっと民度かと、なるほどなるほど、じゃあこれやっぱあの武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城あたりっていうわけですね。おっしゃる通りです、その武蔵エリアですね。やっぱ4文字ですしね。あ、今度でも青っぽくなったんで、これ何の列車ですか。横須賀線なんじゃないですか。横須賀線ですか。武蔵小杉で乗り換えてるんじゃないですか。武蔵ですね。さあこの舞台は全て武蔵を中心に今行われているといったところであります。そうですね。夕焼け空も綺麗ですね。そうですね。赤くなって、うん、日が差し込んできたというところです。一緒に染まっております。うん、お、ついに。ちょっとあれですか、絵の具多く描きすぎたタイプ。でしかもあのちょっと酔っ払ってるんじゃないですかね。次の日って描けなくなっちゃってますね。なるほどなるほど、うん、お酒飲みながらというのはあまりよろしくない。よろしくないですよ。さあ夕焼け空ですね。あ、いいですね、なんか都会のこの夕焼けっていうのはやっぱオツですよね。なかなかね本当綺麗ですよね、こういう風になりますと、うん、
右下のおっさん汚い顔してますけどね。すごい顔してますね。もうちょっとこう自分がカメラに撮られているということを意識してほしい。本当ですよ。どっちがホラーか分かんないですよ、こうなっちゃうと。そうですよね。あ、扉が急に閉鎖されましたね。あら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 。あ、なんかあの広告の方すっごい笑顔ですね。ああ、週刊新潮あたりああいう書き方しますよね。そうですね、ちょっと誇張にしてるというかね。そうですよね。あ、また人がこう、まあ、令和3年ですからね、電車の外に人がいるというのも当たり前です。なんかもう見慣れちゃいましたね、そういった意味では。うわ、ね、あ、狙われてますね、これは。どうでしょうね、落石注意の看板に運転手が気づかなかった可能性があります。そうですね、落石がそのまま降ってくるタイプの、まあ、最近ね、コロナも歌われますから、こういうふうに換気をするのは、はい、あの決して悪いことではないと。そうですね、うん、いうふうには思います。いいですよね、こうやってコロナ禍でやっぱソーシャルディスタンスを取りながらこう移動してるっていうのもまた評価ポイント。はい、それはマスクだけは取り入れているというところなんですけど、はい、まあ、ちょっとマスクがね、今回 ね、まあ、そのあくまでこう撮影をしているというところですから、やっぱ素顔はね、出さないと情報が減っちゃいますからね、まあ、その徹底してますからね、空調管理というものは、はい、皆さんご安心ください。あ、ほんとやだ、マジやだ、本当にやだ。30いい年を超えたおっさんがホラーゲームに怯えているというホラーをお届けしておりますけれども、一番怖い状況ですよ、これが。あが、すごい 目見開いてますよ、ガルイさん。そうですね、なぜあんなにこう、ね、それこそ本当にさっきもおっしゃってましたが、ボクシングとかやってるのにこんなにホラーが苦手なんでしょうね、彼は。まあ、いじめられっ子の原理でしょ。その自分の心が非常に弱いというところなので、せめて肉体だけはと、はい、強くしたいと。今のは何ですか。今なんかウィンドウ出ましたね。今のは一番ホラーなんですけど怖いですよ、ここで録画ができていないというまさかのケースがありますから、ね、いや怖いですよ、それは、それが一番怖いです。さあ、そしてなんか外にいっぱいいますね、ちょこちょこっと、ね、ハムシのようななんか誰かいますね。あ、猫の目もちょっとですね、ちょっと印刷ミスですか、あれは。ちょっとあのインクがあそこだけにじみすぎたっていう、どういうところになります。あ、酔っ払いが上で寝てますね、手が出てます。たまに見ますけどね、ツイッターなんかでね、あの上で寝ちゃう人、ちょっとね、炎上画像というか、よろしくないですよ。網棚はね、寝るとこじゃなくて荷物置くとこですからね。おっしゃる通りですからね、皆さん、バカッターだけは本当にやめてくださいね。はい、あ、右下の方もね、今口を一つ大きく開けまして、はい、これあのつなぎ目のやつとカーテンのから全く一緒ですね。あ、そうですね、確かに同じですね。これも府中の独房で今行われてるんですかね。原井さんはついにね、お勤め、うん、お勤めご苦労という感じですけれども、さあ今多摩川を渡っていくと、はい、うん、いうところですね。これ後ろの方は何なんでしょう。イカのバケモンみたいですね。あ、イカのバケモン、バケモンの天日干し、天日干しが飛んで風で飛んできました。なるほどね、まあ、海辺だとね、こういうこともなかなかあるかなというところ、はい、なかなかね、多摩川でもこういうものが行われてるんですね。そうですね、最近はイカを、ね、干すようになったと、はいはいはい、布団かイカかみたいなところになってますね。右下のおっさんはイカ嫌いなんですかね。イカ臭いですね。あ、イカ臭いのはイカ臭いですよね。そう、良くないですね、うん、どうしたんでしょうね。止まっちゃいましたね。鼻息がすごいですね。ボボボボボボと、彼は本当に苦手なんですね。あ、イカが飛んでいきました。 まだちょっと生だったんですけど、音がぐちゃって言ってました。あ、そうですね、まだ天日、はい、されきってないというところ、され干しきれてない感じですね。さあ、そして多摩川を渡る日能県、はい、うん、N バック2人いますね。あ、そうですね、持ち帰りでしょうか。あ、ここでまたソーシャルディスタンスの、はい、うん、換気が大事ですから、やはりですね。夕焼けきれいですね。もうすごい真っ赤かです ね危ないよ。明日は晴れかな、これは。あ、そうですね、こう西側で雨が降った後に、逆でしたっけ、雨が降った後に西側が晴れていると綺麗な夕焼けになると、はい、というところですね。うわ、また手が、あ、もうちょっと紙どころか存在も薄くなっちゃってますね。アロエ君の将来を示唆するような今表現がなされていますね。プレイヤー像を映し出す、うわ、こちらの方は何ですか。こちらはアロエ君の最終的な姿ですね、うん、あ、家ですか、はい、ちょっと今あの未来カメラで映してる、未来カメラがこういった状況であります。社畜を、まあ、本当に働き尽くした結果のように、う、ね、働きすぎるとこうなるぞという、うん、まあ、こういった意味も警告ですね。やっぱいろんな警告があるゲームと。これ飲みすぎてちょっと腕が取れちゃってますね。そうですね、まあ、腕何本あるいいですからね。あ、このようにはね、あのアルコール飲みすぎますと本当にあの落ちますから、上で寝てますと、はい、よくないです、うん、まあ、非常に顔色悪かったですしね。そうですね、電車にはあくまで椅子に座っていただきたいというふうに思いますが、はい、せめて椅子に、うん、椅子でも寝ちゃダメですからね。ダメですからね、本来はね、マジでやだ、横にはなっちゃダメです、電車では。はい、そんなのこれ冷静すぎない。
ここに来て一番冷静なコメントが、はいはい、アロエから飛び出しましたが、急に冷静ですね。やっぱでもこの子もねモザイク入れないと、うん、実はあの撮影と見せかけて一般人を追ってるだけなんでね。ああそうなんですね。盗撮に近い。さあそして衝撃の事実。綺麗な方ですね。そうですね、ようやく目が映ったと、はい、いうところではあるんですが、やっぱ電車乗り換えちゃったんですね。さあ一体何の電車に乗っているんでしょうか。もずくさん答えを教えてください。南武線でした。南武線でした。府中からね向かいますから。はい、イカの天日干しが多摩川でなされているところを見る南武線の模様、皆さんにお届けいたしました。皆さん分かりましたかね。そうですかね。綺麗な夕焼けのままこのまま動画を閉じたいと思いますが、はい。